吉田さん、作業から作業へ、いい言葉じゃないですか。確かに、ハンコを押すとかね、お札を数えるとか、お辞儀をするとか、あらゆる作業ってのは誰もができるようになってますよね。だからその誰もができる作業を繰り返して繰り返して繰り返すうちに、誰もができないレベルまで達することがあるんですよ。それがだからハンコを押すのがすごく芸術的に早かったりとか、萬田銀次郎みたいにお札をね、数えるのがすごく美しくて最後パチンと音がするとかね。やっぱりその道のプロならばできるレベルってのがあるわけなんですよ。そしてそれを見て多くの人がね、あ、すごいなとか、なるほどなっていうふうに影響を与える。要するに人の気持ちに作用するってことなんですよね。で、この作用が感じられない方とか、感じさせるほどにその影響力がない方ってのは、まあどうなるかっていうと、さようならされちゃうんですよね。さようならと。だから作業が作用を与えるのか、それともさようならって言われちゃうのか、まあ、これが運命の分かれ目じゃないかなと思うんですけどね。